高山さんとアクションができる。高山さんは殴れる。高山さんは怒れるということで。もう本当にかっこよくて渋くて、なんか重みのあるお芝居をされてて、いや全部できるじゃんって。対峙した時に、なんかもう一人の自分じゃないですけど、勝手にそういった感覚が。いい意味で、こう仮面ライダーっていうものを払拭できるような、僕だけちょっと燃え尽きてないみたいな。レミタに対しては燃え尽きました。はいはいはい、高橋さんへの思いは燃え尽きてない状態で燃やしてんのにね、はい、そこら辺はちょっと思い残っちゃった思い残っちゃったでもレミタに対しては命燃やしてなかったそれだけで IDGTV をご覧の皆さんこんにちは。清岡勝役の椿孝之です。凌介役の佐野岳です。通りすがりの素手頃ジャンキー役井上雅宏です。葉山直人役の西部俊です。あ、そう4人そろうことはないですね。僕はここにディケイドやってた時に椿君に出てもらって、で、ガイマの時には僕がそっち行って、で、ゴーストはジオーとジオーの時に共演させてもらったんで、僕はなんかこう仮面ライダーつながりでは一番こう、ミナツさんと共演してるって感じなんですけど、まあ、じゃあ改めてまあそのなんか共演してみるかもしれない。4人揃って揃って、なんかバーみたいな地下のシーンがみんな揃ったシーン、うん、あー、はいはい、アジトの、そう、アジトのシーン、ね、ずっと椿君がこうやって剣ずっとこうやってナイフ吹いてる手入れしてる、ね、いやめちゃくちゃ怖かった。椿さんはナイフ研いでる、うん、で井上くんは人ぶん殴って、なんかメイクでその血つけてるのかもしれないですけど、僕あの時めちゃくちゃ怖くて本当に血出てんじゃないかなっていうぐらいめちゃくちゃ怖かったんですよ胸ぐらこうやって捕まえたもんね。そうですそうです。あ、そんなことあったっけ。だからうわすごい怖いな現場ってちょっと1日目は思ってたんですよ。でも優しいお兄ちゃん見たでしょ。いやそうなんですよ。ガクさんだけで優しいって思ってたんですけどすごいね、現場でコミュニケーションを積極的に取って、いろんなもう全員と話すタイプなんで、見てて素晴らしい。いや、でもまあそのイメージは払拭されましたけど、その2日以降、はい、お優しいなって思ったんですけど一番最初がそれだったんで、うん、すっごいぶん殴ってたんで人僕一番最初会った時はなんかずっとどこヌビタンとか言ってるからそういう子なのかな。いや違います。怖かったんで自分の世界入ろうと思って自分の世界にか、はい、黙ってこう剣研いでる椿君が俺は一番、いやもうちょっと怖かった、何考えてるんだろう。怖かったです。ずっとパソコンとかずっとこうやって株価見てるんですとかいうシーンがあそうエジカラクとかここになんかあって、ここにキャラクターが全然違うんで、そういったところも見どころなんじゃないですかね。あの対峙するところとか結構レザーボードボックスみたいに好きなんですよ、はい、映画であるんですけどつって4人が長たがいしたと対峙するみたいなところは結構かっこいいシーンなんじゃないかなって思いました、うん、特にガク君のキャラクターとこうなんかバチバチやってた時が、はいはいはい、なんかそういう時にこう仮面ライダーってことを忘れてちゃんとこう役に取り組めたのが良かったかな。そうですよね、一役者としてというか俳優としてなんていうかその現場でその役になりきれたんじゃないかなっていう。もうちょっと気抜くと仮面ライダーと思っちゃうからね。そう、いや本当になんかそうですよね、高岩さんもいるしそう、うん、これアクションも多いし、 で知り合いとか知ってるスタッフさんとかもいらっしゃったりするとやっぱり、あ、これ別作品だよなっていうのはなんか春映画かとか思っちゃうじゃん。確かに。でもある種それこそそのシリーズじゃないこの別作品だからこそこう見られるようなシーンって本当に盛りだくさんというか、高岩さんが素面でアクションするところもそうですし、その今まであったそのヒーローのイメージだったりとかっていうのをまあなしでなんか楽しめるこう作品になってるんじゃないかなって思いました。たださ、高岩さんがさダブルのさ、はい、お面つけてアクションするじゃん。はい、あれいいの？いや、わかんない。もうもはや仮面ライダーなんだけど、そうですね。中山さんかダブルの面かぶりながらアクションしてたらもう。で最後決めポーズまでしちゃった。カウントだったけどね。はい、あれすごい、あ、そういうなんかファンキーな演出してくるんだな、坂本監督って言ってましたね。ファンの方嬉しいんじゃないですかね。そうなんですかね。どういう反応？ファンの方ももちろん楽しめると思いますし、それ以外の方も全然こう楽しめないっていうか、はいはい、しっかりね、マネージャーとトレーナーハイドの人間ストーリーも結構好きですし、なんかいいなと思いました。ちゃんとお芝居部分がしっかりと重厚に描かれてるので、はい、そこは楽しいなと思いますね。ちなみにちょっと皆さんから、ただ妻が怖かったと言われた椿さんも3人と共演してみてどうでした？なんだろう、やっぱりその一緒にや
一緒の作品に出てたっていうところで、なんだろう、背負ってきたものが一緒じゃないですか、なんか僕の中では一緒だと思ってるので、もうなんか現場入りした時から妙な安心感というか、そういうのもありました。はい、なんか最初のところの控え室がバー、すごいおしゃれなバーで、なんかホストクラブみたいな感じだったんですよ。椿くんパーッて言うから完全ホストにしてるんですよ。衣装もなんかそれっぽいから、そうそうそう、でずっとこんな感じでこうやっているから、なんかそういうキャラクターなのかな。ナイフ持ったナイフ持ったな、ね、変なやつしかいないですからね、ここの。いや、本当そうっすよね。みんなだから正義の味方やってた人が、まあ、悪役やるって言って、うんうん、それぞれのなんていうか味が出てるんじゃないでしょうか。この4人が高山さんをそれぞれのやり方でボコボコにしてる感じですかね。そうですよね。もうもうもう、あまたの平成仮面ライダーのやつを入ってきたあの高山さんを僕ら主役たちが集結してあの集団でこういたぶっているっていうのがもう一番の見どころです。僕もね、どうやって高山さんをボコボコにするかっていうのをイメージしながらアクションを挑ませていただいたので、あと高山さんとこう僕たちのこのキャストっていう流れだと、うん、こうライダーの印象が強いじゃないですか、うん、なんかそれをすごくいい意味で払拭できたんじゃないかなと思います。なんか自分たちのキャラクターも確かにそうだね。確かに、はい、こんだけ宣伝でライダー言ってるけど、そうですね、全く違うじゃないですか。しみるもないからね、本当はね、本編はね。そうなんですか、本編は。そこは面白いと思いますね。いや、でも本当に今おっしゃってたことが全てだなというか、まあ、あとは高岩さんのおたげはここでしか見れないぞ。あ、伝えてみます。はい、おたげが覚えられないって言ってアクションよりおたげの方が難しかったっす。そうどういうことと思います。なんかおたげする人の気持ちになってましたね、高岩さん。アイドルの会場でおたげするとアイドルからも見られないし、自分もアイドルのこと見れないから、ただの慈善事業なんじゃないか、売り上げ役なんじゃないかってこう、うん、そこまで入り込んでました。アニメ、ドラゴンボールの、孫悟空みたいな存在、どんなにピンチになっても必ず地球を救ってくれる、そういう存在です。はい、なんか象徴な気がしますね、なんかシンボルというか、なんかその高岩さんっていう存在があるから僕らも成り立ってたわけだし、うん、で高岩さんに多分それぞれのシリーズのこうイメージもあるだろうし、なんていうかその一つのなんか象徴になってる存在なのかなって思いました。僕はですね、いやでもなんかお父さんみたいな感じですね、うん、実際に子供いましたしね。あ、そうですね、そうね、親子対決。なんでお父さんだと、なんかあのお芝居を初めてこうやった時に高山さんがこう天口武っていうキャラクターをこう初めて形として見せてくれたんですよ、うん、僕がまだキャラクターがこうどうやったらいいんだろう、どういう動きしたらいいんだろうって時に高谷さんが先陣を切ってタケルだったらこうするとかっていうものを全て体現してくださって、で、なんだろう、いろいろサポートしながら1年半あのやってきて、で、プラス1なんだろう、カメラで離れてもあの、まあ、また何年かで戻ってきて高谷さんっていうあの感覚がなんかちょっと俳優としてのお父さんだなっていう感覚はあります。高岩さんがいなかったらきっとその毎回スーツ、例えば作品ごとに違うスーツアクターの人が入ってたとしたら、多分そのスーツアクターっていう言葉を知らない人がたくさんいたんじゃないかなと思うんですよ。この同じ平成仮面ライダーずっと入り続けてきて、そのずっと主演を高岩さんがいろんな演じ分けをしてるっていう、そのスーツアクターさんの可能性をこうまず広げてくれたのが高岩さんなんじゃないかなって思いますし、その後スーツアクターを辞められてもその違う道でこうまた出てきてるプロフェッショナルな高岩さんを見ると夢がありますよね。あの人は何歳になっても挑戦できるんだなっていう、そういう思いにさせてくれるのが今の高岩さんなんじゃないかなと思いますので、ちょっと勉強させていただきました今回。グッドモーニング眠れる獅子、ぜひ見てください。